い、皆さんこんにちは、ワンナリングルシュです。今回プレイしていくのはですね、プロ野球スピリッツ2015、まあ毎度おなじみにはなっていますが、こちらの方のプレイ続きをやっていきたいと思います。今日はですね、 DeNA との3連戦ですね。早速、プレイの方を始めていきましょう。今日の先発はジャイアンツが打つみで、DeNA のが久保ですね。久保、149キロのストレートにスライダーシュート、カーブ、決め球はフォークと、その他カット、チェンジアップも持ち球持っているという、まあ、DeNA のエースですね。吉野部は3番ライトでスタメン出場をしています。今日は4番キャッチャーではなくてファースト阿部と、キャッチャーには小林が入っています。リアルプロ野球の方では DeNA なかなかいい位置についていますけど、このプロ野球スピリッツ上ではなかなか逆に厳しい感じですか。最下位だったと思いますけど、そのあたりの戦力っていうのはこの後徐々に反映されていくのかな、ちょっと疑問なところもありますけど。好天に恵まれました四国スタジアムです。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対横浜 DeNA ベイスターズの15回戦です。四国スタジアムって結構立派な球場です。西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。坂本ですね。さあ小宮山さん、今日のゲーム見どころはどのあたりでしょうか。セカンドにまだグーピエルが入ってるんですよね、DeNA の方は。まずはジャイアンツの先発宇都宮が四国スタジアムのマウンドにあります。黒田が1位なんだよ。今日が10勝目をかけてのマウンドです。小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうか。1回の表 DeNA の攻撃からですね。インサイド打ち上げました。これは吉野が定位置で抑えています。そして1回の裏、ジャイアンツの攻撃はワンアウトランナー1塁で高橋、バッターボックスには3番高橋。前回のゲームでバットでチームに貢献しています。ヒットでランナーを1塁に置いています。チェンジアップから。今日の先発ピッチャーは久保、ここまで5勝をマークしています。内へズバッと投げ込んできました。ストレート137キロ、決して速いボールではないんですけど、その後のチェンジアップ残像残ってましたね。まあ、向こうは閉鎖を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。フォークボール。なるほど。さあバッターは何を待っているかなというところですね。低めの変化球は外れました。スライダー外れてワンボールツーストライク。1打席目でヒットを打っておくとだいぶ気が楽なんで、できればヒットを打ちたい。次は5球目、併設狙い、インコースに攻めてきました。今度はインコースですね。139キロのストレート、フォークが来そうな気がするな。そろそろ、まあ、ここは狙いとは違うボールにも対応していかないといけない。まあ、チェンジアップか。ツーアウトになりました。フォークを待ってたんですけどね。さあ試合の方はですね、 DeNA の方が3点ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。高橋がバッターボックスに入ります。ジャイアンツビハインドで迎える4回の攻撃です。まずはフォークから。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。まあこの点差であればまだ分かりませんからね。とにかく出塁したいですね。そうですね。チェンジアップ空振りです。ノーボール2ストライク。このチェンジアップなかなかタイミング合わないな。うわー、ど真ん中にすっぽ抜けが来たんですけど、ストレートのタイミングで振りに行って、ご覧いただきましょう。最後はチェンジアップを空振りですね。倒れてしまいました。もったいない。これはワンサイドゲームになっちゃうのかな。6対1、5点ビハインドで吉田が3番バッター高橋。第3打席目、久保がホームランで得点を挙げています。
いや西さん投げてます。素晴らしいホームランが飛び出しました。いや本当いいバッティングしましたね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。変化球外れました。カットボール、これ初めて見る球ですね、今回の対戦で。変化球、カーブ、チェンジアップを待ちますよ。ファウルになります。待ってたチェンジアップだったんだけど打ち損じたかな。うわー、最後はストレート、ツーアウトになり、チェンジアップからストレートが打てないな。さあ9回の裏、多分これが最後の打席になるでしょう。今日3三振、そしてピッチャーがエレラに変わってますね。エレラはストレート154キロ、スプリットカーブか、あとツーシームとチェンジアップですね。まあストレートかな、おとなしく。ファウルになります。アウトロー外れます。ツーシーム結構動くな、エレラのツーシーム。空振り、ワンボールツーストライクです。いやー、ピッチャーが取る、ボール球だ。アウト、ツーアウト。今日全くいいとこがなかった。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。小宮山さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあ、そう。の球場の結果はご覧の通りですね。お、この時期にトレードが成立したんですね。さあ、前回前の試合 DeNA に大敗をしましたけども、第2戦ですね、先発は山口です。ストレート155キロ、変化球もかなり豊富ですね。スライダー、シュート、カーブにフォーク、スプリット、決め球ですね。あとはチェンジオブベースも持っているという山口との対戦です。ジャイアンツの方は沢村ですね。前の試合は久保、エレラ、この継投の前に由伸はノーヒット、しかも久保には3三振喫してますから、ここはもう本当にね、1本でも2本でもヒット打っておきたい。これから京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、まずは1回の表、守備機会とかです。まずは小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、スリーボールになってます。そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかというところが。ただ沢村1回の表は0点で抑えてますね。さあ山口の対戦、32本、ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド上のピッチャーは山口、そしてキャッチャーは高城。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。
西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。フルカウント打ちました。これはゲッツーか。二塁送球だ。セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに終わってしまいました。もうちょっと慎重にいってもらいたいですよね。チャンスを潰してしまったチャンス。ジャイアンツ4対1の高橋光の第2打席は4回の裏、ノーアウトランナーなしですね。4回の裏の最初のバッター、ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える4回の攻撃です。さあ、ゲームは両ピッチャーの攻撃。うわー、このシュート決まってるか。西さん、緊迫したゲーム展開なんですが、こういった時のバッターの心理状態はどんなものなんでしょうか。まあ、とにかく難しく考えないことですね。とにかく積極的にしっかりとボールを絞っていきたいですよね。そんなバッティングができるんでしょうか。このストレートも厳しいところに来た。ちょっと打てないな、そこだと。インコース、これは外れます。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。打ちました。グリエル、甘い球だったんだけどな。DeNA が1点先制してますか。これで続けて期待できるバッターに回ってますね。さあ、得点圏には同点のランナーを置いています。もう追いつければ戦い方も変わってきますからね。なるほど、そうですね。二塁ランナーは亀井ですね。これは内へ外れます。ボール先行です。外、152キロ。ここで152キロのストレートか。早いな。バッターの高橋、今シーズンの得点圏打率は3割5分7厘となっています。やはりクリーンアップ頼りになりますね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。ああ、そうですか。変化球打った、抜けろ。よしよしよし、高橋、これが自身本日の初ヒットになります。さあ、先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。いや、よく走った、ね。さあ、そしてこのチャンスで打席には4番の阿部が入って、この打球は切りました、ファウル。フェアならば同点かというところでした。思わずバットが出てしまったでしょうか。ここはあっという間に追い込んでいます。低め、これは外れた。ランナーとランナー3塁1塁で4番阿部、点差1点ですからね。これ追いついておきたい。6回の裏どうかな。中間守備で来てますから、どの塁に送球するかの一瞬の判断が重要になってきますね。なるほど、そうですか。西さん、犠牲フライの打ち方というのはあるんですか。外れてフォアボール。これで、いや本当に、ね、ワンアウト満塁か。5番バッター、そして5番長野、チャンスが広がっています。さあ、ジャイアンツ逆転のチャンスを迎えています。レフトへ、ワンバウンドヒットになった。逆転だな。ボールは中継、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って、今ホームイン。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。逆転に成功しています。本当にチャンスに強いバッターですよね。先ほど内野安打放ってますけど、バッターボックス、いい当たりの先ほどの打席はヒットも欲しい。ピッチャー林です。ストレート144キロ、持ち球としてはシュート、スライダー、フォークにカーブ、ツーシームも持ってますね。ただ普通なんです、本気が来るかもしれない。際どいコースに送ってストライク、これが2球目。アウトロー、見送ってボール、インローボール、フォークが外れて2ボール1ストライクですね。さあ、第4球は
打った、これはよし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 、予想通りすっぽ抜けが来たんですけど、ホームランにはできなかったな。ランナー一塁となりました。ここはうまく、バッターボックスには7番松本。3点リードしたまま吉野が一塁に入ってんの。打ちました、この打球はフライになっています。内野フライ掴んで、これでゲームセットですね。今日は2安打、最後はピシャリと3人で締めました。試合を制したのは三浦ジャイアンツです。小宮山さん、なんとかリードを守りきりましたね。そうですね、こういう試合をものにしたということがやっぱり、他ではヤクルトドラゴンズが勝ったんだな。これでジャイアンツにマジックが点灯してますね。完全に独走態勢に入ってる。さあ、お金4000万あるから、ちょっとアシスタントさん呼んでですね、元気にしてもらいましょうか。たこ焼き、8万円のたこ焼きって半端ないな。今日の DeNA の先発は伊能ですね。ストレート152キロ、ストレート、カーブ、スプリット、ツーシーム、スライダー、カットボールが持ち球ですね。最近はもうほとんどというか、まあ多くの投手でスプリット持ち球っていうの多いですね。フォークよりもスプリットのが多い。ちょっと前だとやっぱりフォークと縦の落ちるスライダーが多かったですけども、最近本当にスプリットが多い。してまいります。まずは今日のジャイアンツの先発は大竹か。小宮山さん、様々なタイプの1番バッターがいると思うんですが、小宮山さん、現役時代どういったタイプの1番バッターが嫌なタイプでしたか？ボールをしっかり見てくる選手っていうのは、やっぱり誰がマウンドにいても嫌なタイプの選手だと思いますけど、ではこの1番バッターはどのようなバッティングしてくるんでしょうか。打ちました、レフトに上がった、ここは打ち上げています。アンダーソン抑えますね。レフトが取りました、ワンアウト。高橋由伸、第1打席目、1回の表、2アウトランナーなしです。バッターは3番の高橋、昨日のゲームはマルチアンダーを記録しています。昨日との対戦2アウトランナーありません。初球ボール、さあ2球目は何か、入れてきました、148キロ。これは打ち上げた、打球はセンターへ、松本が掴んで3アウトです。ストレートだったと思いますけど、DeNA が1点先制して、ただ2アウト満塁だ。3回の裏2アウト満塁、連続フォアボールでチャンスを広げています。もう逆転のチャンスだと、ボールを見ていってもいいかもしれませんね。さあ、ジャイアンツ一打逆転のチャンスです。うわー、当たり良かったけど、当たり良かったけど、ナイスピッチャー。これが先ほどのプレーになります。ストレートだな。ご覧いただきましょう。シーソーゲームだな。逆転してさらに再逆転されて、打順は3番、今回の裏ですね。先
ほどの打席は逆転のチャンスだったんですが、ピッチャーゴロに倒れています。すいません。ツーアウトになっています。今日の先発ピッチャーはジャイアンツが大竹、そしてベイスターズが伊能、この2人の投げ合いとなっています。これもファウル。低め、これカットボールか。変化球ボールになります。変化量は変化球あんまり大きくはないですね。あーでもスライダーは結構動くな。スリーボールツーストライクフルカウントになっています。高速スライダーとカットボールはやっぱりそこまで変化量はない。またファウル。今のはなんだろう、フォークかな、スプリットか。高めのボール、高い打球ライトへ、ここはフライになっています。最後はライトフライ掴んで3アウトです。ここまで吉野君ノーヒットですけどな。8回裏に入りました。ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンアップから始まります。まった高橋がバッターボックスに入ります。今日はまだ当たりがありません。ジャイアンツ同点で迎える8回の攻撃です。ミッサー、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですが、いかがでしょう。まあチャンスがあるとすればこの回なんですけどね。厳しいコースだったな今のボールは。アウトロー外れます。うわー、スライダー三振です。頭にないボールだった。4番バッター筒香、筒香を迎えてワンアウトランナー一塁か。ライト線、うわー、これは切れるか切れるか切れるか。入った、ホームラン。うわー、さよならホームランだ。これぞ4番の一振り、今シーズン第17号の勝ち越しツーラン。ごめんなさい、さよならじゃないですね。これで今日3打点、ジャイアンツ勝ち越しを許します。5対3。ここは無理に勝負する必要はなかったかもしれませんね。筒香抜けないね。5番に一発を浴びてしまいました。この回2点ビハインドに変わります。最終回ジャイアンツの攻撃。さあマウンドに上がったのは三上。ちょっと三上のデータ確認しましょうね。いかがですか。まあなかなか打つのは難しいですけど、なんとか攻略してもらいたいですね。うわ、三上か。ストレート150キロ、縦のスライダー、曲がるスライダーも持ってるし、シュートもあるか。ムービングファストボールにカットにチェンジアップが、これは確かに打つの大変そうだ。ここ抜けが来る可能性もゼロではないですからね。そうは言っても最初は変化球できました。これサイドスロー気味ですね。低いところへ決めてきました。これが3球目。インコースわずかに外れた。まずはランナーとして出ないと。インサイド落ちました。これはどうか。三上アウト、ワンアウト。ちょっとあまりいいところないまま、ジャイアンツ DeNA との3連戦終わりましたね。しまいました。厳しい。最後まで粘り。はい、というわけで、今回は DeNA との3連戦、ちょっと吉野部いいところなかったんですが、次回はドラゴンズとの、ね、3連戦をお届けしていきたいと思います。先発は山本昌ですね。きっちりと結果を残していきたいと思いますので、ぜひぜひ応援の方よろしくお願いします。というわけで今回はここまで。